こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第169回をやっていきたいと思います。今回はスウォット分析というのをやっていきます。で、今何をやってるのかっていうと戦略立案というのをやってるんですね。どうやって戦略っていうのを作っていきますかというのをやっています。で、そうした時に前提としては理念で、企業が存在する限り持ち続ける長年の夢ということですよね。うちの会社ってそもそも何のために存在してるんですかというのを問うということですよね。で、長年の夢、自分の会社っていうのが存続する限りその夢実現のためにこうずっとこう夢を追求していくっていうその大元の理念ですね。で、それを実際じゃあこの時点ね、この時点までにこういうふうになってたいという、こう中期的な目標というのをビジョンというふうにしているわけです。で、これが夢、理想ですよね。で、理想と対極にあるのが現実ということになります。で、現実っていうのの中にしか理想の実現っていうのは力がないので、じゃあ現実って何が起きてるんでしょうねということで、外部ですよね、環境とそれから内部自分たちというのを冷静にこう言葉とか数字を使って論理的に分析していくということです。で、そうした時に外ではこういう状況になっています、内側ではこういうことが起きています、だったらね、そのためにこの夢実現理想のためにはこういったことができるんじゃないですかということで複数の戦略っていうのを作って、で、その複数の戦略の中で実際は自分たちは競合他社と戦うためにはこれとこれとこれをやらないで、ね、これをやるっていうことで戦略の決定で実行というのをするわけですね。結局戦略というのはもう一言で言ったら何をやらないかっていうのを決めるというのが戦略ということになります。もう究極的に一言で戦略って何かっていうと、ね、何をやらないかを決めるということなんですよね。これをやらない、これをやらない、これをやらないっていうのを決めれば、もううちはこの方向に向かってこれをやるっていうのは決まるので、ね、結局戦うために略するってことですけど、何をやらないかっていうのを決めるっていうのが戦略というものになります。で、そして戦略っていうのを実際に実行していくということですよね。そして戦略っていうのを実際やってみて、ビジョンが達成できた、できなかった、ね、なんで達成できたのか、なんで達成できなかったのかっていうのを検証して、また、ね、外部分析、内部分析ということで、常に、ね、変化し続ける環境というのを分析しながら、戦略を作って実行して、検証して、ね、分析して、ね、戦略作って実行して、検証してっていうのをずっとやりながら、ね、企業が存続する限り、この夢っていうのを追求していくというのが、まあ、経営ということになるわけですね。理想と現実の実際を埋めていく行動をしながら、夢に向かって理想に向かって一歩ずつ一歩ずつ近づいていくというのがこの経営という営みになるということですね。はい、ということで今回はスウォット分析というのをやるんですけど、 SWOT ということでそれぞれの頭文字を取っています。 SWOT でスウォット分析というふうに言うんですね。 S というのはストレングス、強みと、で、 W というのはウィークネス、弱みと、ね、で、 O というのはオポチュニティーズということで機会ということですよね。で、 T というのはスレッツということで脅威というものになるということですね。で、目的は何なのかっていうと、最終的にはね、自社にとっての事業機会は何なのかと、ね、うちの会社にとって、ね、これが機会だ、これがチャンスだっていうのを見つけ出すためにやるというのがこのスウォット分析というものになります。外部分析、内部分析の両方をやるということですよね。そしてその、ね、このチャンスっていうのがあるっていうのが分かれば、自社の成功要因って何か、ね、そのチャンスを生かして自分たちはどういったところを、ね、使ってその機会を生かして成功をするのか、ね、っていうのを分析でもう導き出すというのがこのスロット分析というものになります、はい、で、内部、自分たちに関しては強みと弱みですね。前回ね、3C 分析ということでやったんですけど、そのうちの競合分析ですよね。それから自社分析というものをやって、で、競合を分析すればするだけ競合の強みっていうのは相対的に自分たちの弱みになってるし、競合の弱みっていうのは相対的に自分たちの強みになってるので、競合と自社っていうのを分析することで自分たちの強みってこれだなと、弱みってこれだなと、で、その中で自社にとって最も中核となる強みね、例えば強みが3つあるってなった時にこれが一番だと、ね、これだったら世界一取れる、これだったら日本一取れるっていう、そういう一番の中核になる強みっていうのを発見していくということですよね。これが、スウォット分析の S と W というものになります。で、 O と T っていうのは、ね、機械と脅威、今度は外ですね、外部環境っていうのを分析していくわけですけど、一番最初にマクロ環境分析、一番大きいところを最初に見るということですよね。とにかく全世界国レベルで何が起きているのか、
政治、経済、社会、技術ですね、ペストっていうのをやりましたけども、全世界の政治に自分の国の政治で、全世界の経済、日本の経済、そして、全世界の社会ですよね、そして日本の社会ですよね、生活様式とか流行とか、あとは技術ですよ ね、例えば携帯電話からスマートフォンの時代で、今からだったら例えば人工知能 AI の時代とかっていうのは、そういう技術の動向っていうのを把握すると、一番大きいところを見て、じゃあ今度は市場ですよね、自分たちがね、すでに参加している市場、もしくは今から入りたいと思っている市場を分析するということです。なのでマクロ環境分析があって、そしてこの 3C ですよね、CCC、前々回でやったマクロ環境分析、それから 3C 分析ということで、市場競合自社ということで、まあ、確認をしていくということになります。でそしてこの事業の機会と脅威っていうのをこう見つけ出して、その事業の成功要因、例えば自分たちはここにね、チャンスがあるっていうふうに見出して、じゃあその業界、例えば自動車業界だったら自動車業界での成功要因って何なのか、ね、っていうのをこう見出していくということになりますよ ね、燃費なのか、価格なのか、デザインなのか、ね、そういったものっていうのをこう見つけ出していくということになるわけです。ね、でそしてこう市場における機会と脅威に対して、自社の強みを生かし弱みを克服するにはどうすればいいのか、これが機会です、これが脅威ですと、ね、ってことは機会は生かしたいと、脅威はできれば最低限に抑えたいということですよね。あとは自分たちの強みと弱みっていうのがあるから、で強みは、ね、伸ばしていきたい、弱みっていうのはできるだけこう中和で消していきたいということですよね。でそのためにはどうすればいいのかっていうのを常にこう考え続けるっていうのが、この、ね、外部分析、内部分析、そして、まあ、今回のまとめになるこうスウォット分析というものになります。でこういった4つの要素の中から自分たちにとっての機会というのを見つけるんですよね。でそうしたときに、ね、例えば自分たちはこの、市場、この事業に対しては機会、ね、チャンスっていうのが見えたと。じゃあその市場、その事業におけるチャンスを生かして、ね、その市場、その業界における成功要因、何が、ね、あればその業界で成功できるのか、何があればその市場で成功できるのかっていうのを見出すということですよね。それに自分たちの一番の強いところをこうぶつけていくというのが、まあ戦略ということになるわけですよね。あ、チャンス見つけた。じゃあそのチャンスの中で勝つためには、ね、どういった要因なのか。まあ、例えばね、それは、ね、価格なのか、燃費なのか、機能なのか、それともデザインなのかっていうのをこう見つけ出して、この要素があれば、ね、その市場の中で勝てる、成功できるというのを見つけ出したときに、じゃあ自分たちの強みっていうのをそれにこうぶつけていくと。もしそのね、その市場で求められている成功要因と自分たちが持っている強みっていうのがもしずれている場合は、自分たちの強みっていうのを変えるか、もしくはそのね、他の成功要因っていうのをこうあの市場の中から見つけ出していくと、ね、うちはね、もう燃費で勝負するっていうのは燃費ですよね。うちはデザインで勝負するっていうのはデザインということになるわけですけど、あ、この要素があれば、ね、この分野の、ね、チャンスっていうのを生かせそうだって言った時に、それが自分たちの強みと合ってればもう言うことないですよね。そしたらもう機会に強みをぶつければもうそれが戦略になるわけですけど、もし、ね、その市場で求められている成功要因と自分たちが持っている中核的な強みっていうのが違うのであれば、ね、自分たちの、ね、別の強みを磨いていくか、もしくは違う、ね、成功要因を見出していくかということになります。で最終的にこれが一致すれば、もうこれは完全に戦略っていうのが出来上がるということになりますよね。これが機会、これがチャンスで、その市場、その機会を生かしたその市場の中ではこの要因が成功要因だから、それに対して自分たちの強みっていうのをぶつけていくと、ね、デザインが成功要因だ、自分たちはデザインに強みがあるだったらもうそれで終わりですよね。それでも戦略っていうのは作れるっていうことになるわけなので、それをぶつけて、ね、自分たちにとっての成功、事業機会、あ、これはね、自分たちの、ね、デザインっていう強みを生かして、デザインというもので、ね、勝負すれば勝てるっていうので、こう戦略っていうのを作っていくというのがスウォット分析というものになります、ね、強み、自分たちの内部分析、自社としての強みと弱み、そして外部の環境に関しての機会と脅威、この4つの中から自分たちにとってのチャンスというのを見つけ出すというのがスウォット分析だということです。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。